中央戦争の戦場となった子が、地方プール族イコール、プールの子孫のいは、古代インドの宗教文献、リグベーダに頻繁に研究される部族の名称。あるいは、都立族なども元来は、プール族から出たものであり、プール族を複数の部族の連合体と捉える場合もある。また、プラーナ文献において月種族系統に分類され、家系を特に詳しく述べられている。 リグベーダによると、プール族はサラスバティガー流域に生活していた。プール族はインドアーリア人の諸部族の中で徐々に影響力を強めつつあった、トリツ族やバラタ族と対立し、ブリグ族などとともに、獣王の連合軍を形成して、獣王戦争を起こしたが、スダース王率いるトリツ族、バラタ族軍に敗れた。当時の様子については、ダスユ、リグベーダの ダスユの項も参照。しかし、トリツ、族もバラタ族も、もともとは、プール族から派生した部族であった。戦後、プール族は、バラタ族と連携を深め、後に融合して、支配階級としてのクル族を形成するに至る。クル族が領域を固定化してクル国が成立した後も、パンチャーラ族と連携して、ガンジスガー流域に強い勢力を保ち続けた。 マハーバーラタの神話においては、プールという一人の人物に擬人化され、パーンダバコ王子やカウラバ百王子の祖先とされている。同じくドルヒユ族は、ドルヒユに、アヌ族はアヌに、プールの兄弟として擬人化されている。ありがとうございます。